ごきげんよう、お元気ですか。今日はね、まあ、いろいろとリクエストがあって、もう一度見てみたいというのもあるんですけども、こっちは前にね、クリスマスでこのリースはやりました。でこっちはその後の正月の準備、こっちの方が簡単なんですよね。ふくらすのはひねってない、ひねるこの 縄結びだけでね、それだけの話で、まあ、こっちもこの縄結びグリーンでやったり、グリーンと白でやったりすれば、それなりに色で気分が出ます。で言われてたのは、よく割れる、回す時にね、割れるというのと、この最後の これです。この輪をにした時の仕上がりが分かりにくい。でもやってると時間がないからね、ほとんどこの状態でやってます。ちょっと近づけますけども。で最後もひねるのは、終わるのはね、ここがしどっちから始めるかわからないけども、やる人によってね、最初は白からひねり始めたから白が最初、グリーンからやったらこれがグリーンになります。でここが白の場合はこっちは白で終わります。でグリーンは置いておきます。でこれで1回だけひねる時の注意事項だけ言っておきます。でこのままね、このままひねると、いわゆるこうつねる時に皮だけつねてるとあんまり痛くないけども、身も一緒につねると痛いですよね。そういうのがここで起こるんです。だからここでやっぱりグッと思いっきりそういうのが起こらないように絞ってあげる、絞ってあげて、そして前も処方の時に言ったキュッとキュッとこう引き気味で、ひねる時には分からないけど引っ張ってるんです。で回し上げる、バルの音しなかったでしょ、ギーギー言う、こういう状態になります。そして何が起こるかというと、ここのひねり部分とこの白を合わせてあげる。でこれをやります。でこれはね、たっぷり残した方がやりやすいかな。まずここでひねっておいて、そして、はい、空気を抜きます。でここでね、 こっちが抜けないようにつまんでおいて、でこの状態で一回うまくこの中を通してください。この中を一回通す、よし、うん、でここまた持った状態で、うん、いいか、持たなくてもいけるか。そしてここも空気抜きます。で、なんなら一回は結んでおこうか、念のために。で結び目がたくさんになるから、確かに見た目はあまり美しくないです。こうね、この白と白とここで合わせます。きっちりと合わせてください。ここでしっかりとぐっと寄せて、ぐっと寄せて、そしてここにつまんで引っ張って、よし、寄った状態でここをひねってあげる。そしてもう一回いこうか。ひねってあげる。でまあこれは後でね、使うか使わないかが分からないけども、置いておきます。であとは何が
がないね。切りましょう。で、ここにグリーンが来る。で、ここのやつ、同じことをやった状態と、ここにグリーンが来ます。グリーンの最初の段階と同じことをやります。で、これがね、これも、こっちに寄せて、同じぐらいの大きさ、多少ね、大きさは変わります。で、これ、この中通せないから、もうこの状態。で、仕方ないね。ここで一回くくります。で、くくっておいて、このグリーンの、この時にね、無理やり引っ張らないで、指でここにちゃんとスペースを作ってあげて、スペースを作って、この紐っていうか、桁を持ってきます。で、もう一つ、こっちも作ってあげる。このものかな、大きさ。もうここに何センチというものでもないです。ここもくくって、これがこっちから通すと、どうなるのかな。今度はこっちからくくれるようにね。指が入れば、スペースを作ってあげて、そうしてどっちかでここでくくりましょう。ここでこのグリーンも寄せて、そしてこのグリーンもぐっと寄せて、ここがね、難しい、寄りにくい、ここはね、寄りにくいけどね、寄らなくてもここにリボンをつけるから、そんなに心配しなくてもいいんです。悪く言えば隠れる。で、これはどっちの？あ、白が表か。どっちでもいいです。ね、で、白が表にしたかったら白。という感じ。なります。で、ここはね、あまりね、仕上がり具合が良くないから、ここにリボンをつけてあげるということをやればいいんですね。赤はあるかな、リボンはもう簡単ですよね。一応作りましょうか。本当はね、今日これをやる予定だったんですけど、もうリボンもいろんな作り方があります。で、リボンの尻尾、ひらひらするとこ、ここをね、こういう形で、蝶々みたいになる方法もあるんですけども、まずあまりでかくならないためには10センチぐらいかな。で、
あとやりやすいようにね、ちょっとここで先にピンチ1個作っときます。そうすると手が離せるから。で、このぐらいならこのぐらい手のひら一つ分ぐらいの高さで、これと同じ大きさのものをここでもう一つ埋めてあげる。そしてこのピンチステーションは安定するけども、安定するけども、こっちのピンチつけてあげないとこっちが安定しない。どっちかをね、ちょっと大きめのピンチステーションにするとしっかりと安定してくれるから、どっちがいいか、どっちでもいいです。でこれと同じ長さ、このぐらいかな、のところで、これは、こうやってあげる。縛って、はい。ちょっと、あんまりひらひらしないで。小さめに、ね、でこうしてリボンができる。でこのどこがいいのかっていうところをしっかりと探してもらいたい。で一番いいのは、ね、ここは上2つ、ここにね、1,2,3 と三角のスペースができるから、ここにリボンは入れてあげる。でそれは大きい方がいいんだ、あのバランスが良ければもう大きい方に入れてあげて、そしてこのグリーンに巻いてあげる。でこの時にいらない分、これもいらない分、あ、これ先ちょ悪かったね。これを大きい方を後ろで安定さすというのだったら、まあ、目立たないように同じような色がいいですよね。ね、根っこにきっちりとはめてあげる。で、当てる形は整える。一つは上。で、この三つのところにピタッとはめておいて、これが本回転。ね、今回は上から、でもう一つは このグリーンの下、もうどこでもいいですよ。いいところにはめてください。ややきつめにくくってもらって、後でね、紐とか
ぶら下げる時、あるいは見えにくい糸とかでやる時はバルに直接糸つけるとね、引っ張った時に割れるから、こういうところでまた輪を作って糸を通す。でこうするとこう向こうがどっちでも自由に方向はね、ゴムの弾力を利用して、そしてこれは下向きたかったら下の方に引っ張ってあげて上を緩める。とこうなります。そしてリボンの形を整えて、向きも整えて、こういう形になります。今日ここにつけるものをこれからやります、ね、そうしましょう。じゃあちょっと手元の方にねカメラね、そのまんま映しましょう。これで手元入るかな、もっと前の方がいい。じゃあ前へ行こう、うん、よし。これはちょっとこっちに置いといて、何を作るかというとね、サンタさん、サンタさんを作ります。で使うのはねやっぱり赤と、そして白と、そしてブラッシュ、ブラッシュ使います。でサイズとか、あ、順番どうやったかな、これちびころを作り方なんですね。ここは本来は後でカットするけども、作り方はね、インターネットのちびころって見てもらったら、あのちびころのを参考にして、これもアイデアいただきました。で、まずもうブラッシュと赤を結びます。赤もそんなにたくさんじゃなくていいのかな、何センチ膨らますって。30センチ、あ、これもこれでも多いぐらいで、まあ後で切るとして、ここで掴んで、コンプレッサーあったらね、ここ片手離せるんだけども、ね、これにブラッシュ、お顔です。でもう使うのはね、もう10センチぐらいしか使わないから、ブラッシュ何色って、日本語では難しい、肌色って何でこの色なの、どこの人の肌色なのってことになります。だから肌色ってあまり最近は使いませんね。人種の問題もありますから。でまずここでしっかりと結んで、でもうこれは
はい、ちょっと開けます。そしてで一応まあ8センチぐらいですもん最初はね。あとはもうこれに顔に合わせてやりますが、この目ね8センチで、うん、ちょっと短め、8.5 前にはこれを一つ目だけで、お顔はねちょっと空気抜か起こらないでしっかりとちょっとパンパンの状態でクーッと空気をこっちからこっちに空気残ってない、このぐらいでやって、合わせます。そしてあ、こう切っちゃったバカ、本当はここに白を持ってくるんですよあ、白も30センチあったらいけるか、よし仕方ないな、ここに本当は白をつけたかった、結ぶように切ってしまったからここでくくります。よし、でここでまず後ろの腕ぐらいになるから何センチでもいい、もう次同じ大きさ、これは例えば、うん、4センチここでピンチツイスト作りますね。そして赤をここはもうね、あまり大きくパンパンにしないで8センチぐらいでここに一回回してどうなるんでしょうね。これでね、ブラシはもういらないんですよ。いらないけれども、ブラシだけで縛るというのはすごく難しいので、まずホワイトでこのこうしようか、この赤の下に。だいたい5センチぐらいを2つ、同じ大きさぐらいのを2つ作って、くっと引っ張って、くっと引っ張って、ちょっとね、ここは大きさ調整します。そしてここに真ん中、ここが真ん中に来るように、そしてここでひねってあげます。そしてここで、はい、ホワイトをピンチツイストを作ります。このピンチツイストができれば
ブラシは切りましょう。そしてこの回した方向に回しておいて、さあどこかに隠しましょう。ここ行こうか。隠します。はい。そしてことは白、これが足になります。これ服ですね。でここにまず赤いお帽子をキュッと絞って、キュッと絞って絞って、ここ、はい、短めにしてグーッと空気を送って、これを、まだ太いか。そう、このぐらい細くして、そしてこれをグッと、よし、巻いてあげますね。そうして今度は一応お帽子、帽子ということで、ここにこっから真ん中、何センチということはないです。ここにこの足と同じような形の部分を作ってあります。同じ大きさのものを、なるほど、この赤の上ね、赤の上に、はい、ここでまたこのピンチに絡ませます。はい、これでも赤は いらないです。でも先に白をこっちに持ってきます。で顔の前にこの帽子のこれと同じような細く、長くこの時にここをしっかりと巻いておいて、細く長くで帽子のヘリ、もう少し空気を抜いて、よし、そしてまたこのピンチ一回と、一回でした。してね、必ず一回と。そして、形を整えるの。そして、ここに、ひげ。また、そう、同じことをやります。でこの赤はあ、今日は切れない、まあいいわ。この先ちょうどいてね、これはね使うから。そしてこれはどこかにまた隠します。
隠せる、ならせるから水を隠します。白もいりません。もうこれで入れて、白も隠します。そうしてね、顔がね、ここ狭いでしょ、ね、これをで、ね、グッとこうして顔を広げてあります。今日はちょっと大きかったかな。ブラシを前に前に出してきます。まあ、そして赤の赤じゃない白だ。赤い帽子のてっぺん、こんなもんかな。もうちょっと大きくしようか。でこれ、あ、大きさはね、丸くして、うん、4センチあるね。これをここの結びね、ひねりひねり部分、足の方と反対側にちょっとここの結び目を、何だったらね、これね、もう一個ね、結び目を作ります。ここで2段の結び目、まあね、きつく結ばなくていい。そして切って、ここの赤い帽子のところにうまく間に挟んであげる。そうするともうこれでお帽子ができてます。そしてね、ちょっと待って、そしてね、これ、はい、片付けよう、片付けよう。両面テープは後でね、くっつけるのに使うから、あとはね、いろいろ、オレンジ、うん、もう最後のオレンジ、オレンジと白、これ売ってますね、いろんなところで、ね、大きさ。売っています。大きな小さいので、それはそれぞれ100均なりロフトなり行ったりしながら、これで、あ、これでいいか。これ1個だけね、大きさが違う。花はこれ多分ね、これは、あ、
12ミリの丸をのドット柄で使っています。でこれをやる前にまず お花をね、これはもうオレンジがなかったからオレンジに塗ってます。で顔がね、どうしても出方が小さい、今回小さかった。お花をこれの真ん中にお花を半分隠します。クッと広げて、こんな感じ。そして目はね、目はどれにしようかな。これぐらい、これ、うん、これ使ってるな。これを目にします。これが目に入らんか。これをこれ何ミリ ?5 ミリ、6、これ6ミリやったかな。ああ違う、ああ8ミリぐらいかな。これをね、まず目をつけます。くっつけるときにずれないようにね。でちょっと斜め上、あの変えてもいいんですけども、こういうの使うのはね、僕は絵描くのが下手。ああ取れちゃった、もったいない。ね、ね、はい、お目目つきました。ね、ね、次はじゃあどうするかというと、さっきのこれ大きい方の白で、これをね半分に切ります。半分に切って、この中をちょっとあのあれしようか、もう少し、そう、ここをね、三日月でもあんまり三日月じゃない、わずかにぎゅーっと反りを入れます。こっちもわずかに反りを入れます。そしてサンタさんの白い髭と白い眉毛になります。でこれからね、ちょっと可愛くするにはどちらかというと、ちょっと八の字の感覚、八の字の眉毛、どのぐらいかな、左右同じようにって難しいのよね、実際は。あ、ちょっとこれもこうまいか、すごいまあいいか、まあいいかで妥協してしまう。はい、こんな感じ。ちょっと見にくい。はい、これで一応ミニサンタさんができました。でお目目がね、ちょっと八の字で可愛くなっています。でおひげ、これは帽子の頭のてっぺんの丸いのね。でそこでですよ、これをよくここまで広げて、この裏の方がいいか、よし、先のまた丸くしておいて、大体30センチぐらいというふうに言ってるんですけども、これが25センチですから、ここで25、32、32センチぐらいかな、これ30センチぐらいの丸、これをここに入れます。でリボンはこうですね。でここの、じゃあここです、こっちでもいいけど、前に出てもいいけども、足が見えなかったらこの中に入れます。でこの時に僕が見えないからこうするね、ここに
どことどこが当たってるかというのをよく見て、2箇所か、2箇所か、そうだな、よし。じゃあ、表面テープを3箇所ぐらい使おうか。この両面テープ、わかるかな、あれ、丸ドットの両面テープ。普通の長い両面テープを切るとね、剥がすの大変なんです。で、これを丸く簡単に剥がれます。そうしてくっつけたいなと思う場所。ああ、ここか、ここか。と思うところに貼ってあげます。で、丸いからもう剥がしやすいね。ちょっと剥がれます。そうしてよく狙いを定めてちょっと剥がれます。何だかな。じゃあもう一つ、ここぐらいに狙いを定めて、待て、って感じかな。あれ、なんだろう。もう少し前に。こういう風になります。だから本当はこれね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 にすると多分ここが二股になってきて、ここに乗っかるんですよね。これが真ん中に来てる。本当はこの二つに乗せたい。でも数が一個少なかった。そこのところはまあ作りながら考えてください。になりました、はい、ということでクリスマスリースエンドスサンタクロースができました。で、これだけじゃなしにね、ちょっと豪華になったのかな。そして皆さんに、またお友達なんかに、これだったらプレゼントいくつか作ってね、プレゼントできると思います。で、輪を作るときは輪だけ、ね、5本なら5本作って、そしてサンタならサンタだけ作る、リボンはリボンだけ先に作っておく。で、くっつける作業はそれだけでまたやる、ね、そういうふうにして量産体制に入っていただければプレゼントできると思います。で、みんなクリスマスツリーもあるけれども、これはまた別物ですからね。で、紐なり、さっき言ったあのくくってるところに紐通してね、こういうところに紐通さない、必ず引っ張ると割れるから、こういうところに通して、あるいはこういうものを使ってね、ここでほれ輪にしておいてやれば、で、こうしてここに輪にして、ここに紐通してね、言っとけば、ね、はい、こうして、はい、サンタクロースとクリスマスリース、ね、豪華なものができます。はい、それでプレゼントいっぱい作ってください。それではまだ早いけど、メリークリスマス。バイバイ、ごきげんよう。See you again.